はい、マーチューツルト補正でございます。日時はですね、2022年9月の4日でございます。はい、びっくりいたしましたね。今ですね、ヤフーニュースとかでですね、ちょっと話題になっている、買取専門ですね、買取専門、お宝屋さん、コロッケさんがね、イメージキャラクターになっているお宝屋さんなんですけれども、今ですね、このお宝屋さんの、フランチャイズでですね、経営している、方たちとですね、お宝屋さんの、本部とかですね、かなり今トラブルが発生している模様でございます。はい、その内容ですね、その内容の記事を見ますと、ちょっとかなり、ひどいですね、ことが起きているなというふうに、見て取れます。はい、詳しくはですね、動画説明欄の方に出しておきますので、よろしくの所存でございます。はい、お宝屋さん、フランチャイズ店とですね、本部とですね、かなりトラブルが今発生しているという、ニュースでございました。はい、現場からは以上でございます。ナチュラルエクスルト、お伝えいただきました。